5月6日土曜日の全国の天気をお伝えします。低気圧や前線に伴い全国的に雨の降る予想です。特に暖かく湿った空気が流れ込みやすい九州や中四国では激しい雨となる恐れがあります。道路冠水や河川の増水にご注意ください。北陸や東北方面も本降りの雨となりそうです。ざっと雨が強まったり雷を伴ったりする恐れがあります。ご注意ください。北海道は午前中は雨が降りやすいものの午後は次第に天気が回復する見込みです。傘の置き忘れにも要注意です。日中の気温についても見ていきましょう。日差しが乏しくても気温が高めで予想最高気温は西日本や東日本では25度前後、北日本ですと15度前後となりそうです。日々の体感の変化に合わせて服装で上手に調節をしてください。詳しい内容はアプリウェザーニュースからもご覧いただけます。